TSG1899 ホッフェンハイムはドイツバーデンビュールテンベルク州の都市であるジンスハイムのホッフェンハイム地区を本拠地とするスポーツ総合クラブ。サッカー部門以外には陸上競技と体操部門が運営されている。1980年代には柔道、柔術、バレーボール、ハンドボール、チェスなどの各部門も運営されていたが現在は活動を停止している。 同クラブのサッカー部門は、ヨーロッパ最大級のソフトウェア企業 SAP 社の創設者でもあり、個人資産は約1兆円とされているディートマーホップの金銭的な支援により、ドイツ8部よりドイツ分で3以外の昇格を果たし、最新のスタジアムとトレーニングセンターを設立、ドイツでもトップレベルのサッカー育成部門を築き上げるなど、現在ドイツで、 最も注目を浴びているクラブの一つである。2005年1月1日から、サッカー部門のみが、クラブから独立し、GMBH となっている。クラブの正式名称は、ターン、ウントスポートガメナーシャフト1899、ホーフェンハイム EV。ターン、ウントスポートガメナーシャフトは、体操、スポーツクラブの意、e。創設は1899年7月1日と、 歴史が長い。当時は体育と陸上競技専門のクラブであった。1945年に同じくホッフェンハイム地区に存在したサッカークラブ FV ホッフェンハイムを吸収し、同クラブでサッカー部門も運営されるようになるが、1990年まではドイツ7部から9部の間を行き来する、どこの村にもあるような普通のアマチュアクラブであった。 1990年の夏より、ドイツ最大手のソフトウェア会社 SAP の創設者であり、TSG1899 ホッフェンハイムのサッカー部門で自らもプレーをしていたディートマーホップがクラブのパトロンとなり、クラブ救済のために支援し始める。クラブはこの新たに得た予算を活用し、有望な若手選手を中心としたチーム補強に成功、連続で、 リーグ優勝と昇格を繰り返し、2000年にはドイツ4部まで昇格する。翌年には、後のドイツ代表のヘッドコーチを務める、ハンスディーター・フリックを監督に招聘。フリック監督のもと再び優勝を果たし、ドイツ3部への昇格を決めた。2005年夏までの4年間は、ドイツ3部に定着し、ドイツカップでは、ドイツブンデスリーガのバイエルレバー空前を破り、 準々決勝に進出するなど結果を残した。もともとディートマーホップは、ドイツ3部への昇格を目標とし、地元の若手選手を多く育成し、地元に貢献することができれば、よし、と考えていた。また同時にこのクラブが、ドイツ3部のクラブとして、彼からの金銭的なサポートがなくても自立できるように、クラブ運営の強化、新スポンサーの獲得、そして、 クラブ環境を整えることを目標としていた。この一環として、ドイツ3部や4部に所属し、同じラインネッカー軍に本拠地を置く、サッカークラブとの合併や、提携関係、そして、ハイデルベルクでの新サッカー専用スタジアムの建設などを試みるものの、各方面の反対に合う。この影響により、ディートマーホップは他クラブとの提携関係等を諦め、自らの方針で、 同クラブをドイツ分でスリーガに昇格させ、ドイツサッカー界に新たな風を吹き込むクラブを作り上げる方針に切り替える。この新たな方針のもと、積極的な補強が行われ、ドイツ2部への昇格を目指すものの、目標を達成できずにいた。そこで2006年の夏には改革が行われ、それまでドイツの VFB ・シュトゥットガルトやシャルケレイオンを率いて、 ドイツ分で3がのみならず UEFA チャンピオンズリーグでも実績を上げていたラルフ・ラングニック監督の招聘に成功した。また、育成部門の新責任者には監督として約20年間にわたりホッケードイツ代表を率いてワールドカップやヨーロッパ選手権で優勝を果たした経歴を持つベルンハルド・ペータース、そして新たなメンタルコーチとして サッカードイツ代表のメンタルコーチをも務めるハンス、ティーター・ヘルマンを招聘した。ティートマー・ホップは、この3人に、チーム力の改善、数年後のドイツ分でスリーガへの昇格のみならず、クラブ全体の、特に育成部門の改革を託した。結果はすぐさま現れ、就任初年度には、ドイツ3部で準優勝し、ドイツ2部への昇格。 そして2年目となる2007から08シーズンにはドイツ2部でも準優勝を果たし、見事ドイツブンデスリーガへの昇格を決める。ラングニック監督就任の際、クラブは2010年でのブンデスリーガ昇格を目標として定めていたため、予定より2年早くブンデスリーガ昇格を果たしたことになる。 2008から09シーズン終盤には出資者のディートマー・ホップとラルフ・ラングニック監督の対立が報道されたが、ラングニックは2009から10シーズンも引き続き指揮を取ることになった。主力の放出をほぼゼロに抑え、若手を獲得するクラブ方針を覆して、ベテラン DF ・ヨシップ・シムニッチを獲得し、その他にも MF ・フランコスクリーに FW ・マイコスウェルなど、 南米生まれの若手を補強した。2010から11シーズン中盤の1月2日に、ラングニックが退団した。この原因はホップが、ルイス・グ・スタボ・ディアスを、バイエル・ミューンヘンへ移籍させたことに対する抗議である。後任には、アシスタントコーチを務めていたマルコ・ペッツァよりが、昇格する形で就任した。2011から12シーズンは、ホルガース・タニスラウスキを監督に迎えるも、 成績不振により2012年2月9日に解任。公認には、ヘルタ・ベルリン前監督のマルクス・バベルが就任した。2016年2月12日、監督だったフーブス・ステフェンスが健康上の理由で辞任すると、その公認として4大リーグ最年少となる28歳のユリアン・ナーゲルスマンを新監督としたことを発表した。 2016から17シーズンを歴代最高順位の4位で終えるがシーズン終了後にセバスティアン・ルリ、ニクラス・ジューレ、そして冬にはザンドロ・バーグナーと主力を揃って FC ・バイエルン・ミューンヘンに引き抜かれた。クラブとディート・マー・ホップ自らが招聘したラングニック監督の方針によりクラブの豊富な資金力は多くの新選手獲得にではなく環境や設備の充実や 育成部門の改善、最新の試合分析ソフトやスカウンティングのデータバンク導入などに使われており、現在ドイツで最もモダンなクラブの一つと高く評価されている。またクラブの方針として、トップチームに所属する選手はほぼ全員このクラブで、さらに選手としての価値を上げることができ、他のクラブに移籍する際にはクラブに高い移籍金をもたらすことができるような将来性あふれる。 若手選手である。そのため現在ではドイツのみならず、ブラジルやセネガル、ガーナ出身の有望な若手選手も所属している。2008から9年シーズンでは、ドイツブンデスリーガで最も、トップチームの平均年齢が低いチームである。2000年に創設され、バーデンビュールテンベルク州で高成績を収めていた1、FC ミュールハウゼン、VFB サンクトレオンが、 2006から7年シーズン後に、資金的な問題から解散を余儀なくされたため、TSG1899 ホッフェンハイムが新たな女子サッカー部門を設立し、1、FC ミュールハウゼン、VFB サンクトレオンに所属していたサッカー選手を全員引き継いだ。このような状況から特別許可により1、FC ミュールハウゼン、VFB サンクトレオンが所属していたドイツ女子5部からスタート。 初年度にリーグ優勝を飾り、ドイツ4部に昇格する。中期的な目標は、男子同様ドイツ分でスリーガーへ昇格することであり、女子サッカー選手の育成にも力を注いでいる。1998年までは、スポーツプラツイムロートという、いわゆるアマチュアのサッカー場で試合が行われていたものの、1999年には、クラブ創設100周年記念として、 ディートマーホップが収容5000人の新サッカー専用スタジアムをクラブに無償提供する。このスタジアムはクラブとホフェンハイム市によってディートマーホップ・スタディオンと命名される。しかし2000年以降に決定されたドイツ・ブンデスリーガを目指すというクラブの新方針のもと、収容3万人の新サッカースタジアムラインネッカー、アレーナの建設が2007年に開始され、 2009年1月に完成した。ディートマーホップ・スタディオンの収容人数が少ないため、ブンデスリーが初参戦となるシーズンの前半、2008年12月までは、バンハイムにあるカールベンツ・スタディオンを一時的に使用する。また、2008年12月までには、約16ヘクタールの土地にトップチームから、育成部門のチームが使用できる、トレーニングセンター、クラブハウス、 育成部門の寮などがすべて完備されたクラブ専用サッカー施設が完成予定。すでにドイツで最もモダンなサッカー専用施設の一つと高い評価を得ている。長い歴史を有するクラブでありながらも上位リーグへの昇格を果たしたのは2000年代以降であるためサポーター数が少ない状況ではある。一方、伝統的なクラブとは異なる方針を打ち出した。 取り組みを多く言っているため、注目を集めるようになり、このクラブの取り組み方に共感するサポーターも増えつつ、ある。中には、カイリーグ時代からクラブを応援してきた熱狂的なサポーターもいる。同時に2001年からは、多くのサポーターズクラブもできるようになり、現在では18のオフィシャルクラブサポーターズクラブが存在している。しかし同時に、 リートマーホップが資金提供をしなければ、今も、カイリーグの小さなクラブであっただろう。人工的にブンデスリーガに押し上げられた歴史のない、新興クラブだ。という一種の妬みから揶揄もされており、アンチ・ホッフェンハイムも多い。良い意味でも悪い意味でも注目されているクラブである。ナシバウマン1ポッシュ38グリリッチュ11、ヒュブナー21カデジャーベク3ルディ16、 サマスセク18バウムガルトナー14スコフ29ベブ9ダブール10中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。